体っていうのはやっぱりすごくその考え方とかその精神的にもやっぱすごい関わってくるものなんで、まあ、やっぱりこうちょっとした巻き仕事の運動だったりとか、まあ、僕の場合はやっぱりその瞑想をするっていうことがまあすごくこう、まあ、体とか心とか気持ちをすごく循環させる上で、まあ、どうしても必要になってくるもの、うん、まあ、すごくリラックスするっていうのはやっぱどの状況においてもすごい大事だなって思いますね。うん。